はいどうも、発狂マシンガンの汗。今回はチャンピオンズリーグのショータイムが来たぞということで、おすすめの育成紹介やっていきたいと思います。いやー、予想当たりましたね。まあ選手もまあ 1.5 あたりかな、まあ、ロドリは当たったし、まあバストーニもまあ一応予想には入れてたから、まあ、1.5 かな。で、ハーランド2回目来るんや。それは予想できない。さすがに予想できん。個人的なおすすめの育成なんでね、まあ、参考程度にしてもらえればなと思います。まあ、タレントポイントの振り直しもあるんでね、まあ、僕のおすすめの育成、1回ぐらいはまあ、試してみてもらってもいいんじゃないかなと思います。今回は、まあ、比較も結構やっていきたいですね。ハーランドはまあ、前のショータイムと、まあ、ロドリはあの、めちゃくちゃ強いスペインパック。で、バストーニもまあ、イタリアパックの強いやつと、企画とかもまあいろいろしていけたらなと思います。やっぱり最初にチャンネル登録高評価まだしてないよっていう方がいましたら本当にお願いします。めちゃくちゃ嬉しいです。まずは爆死でもしときますかということでやっていきましょう。はい、ということで1人目バストーニということで、おすすめの癖こんな感じです。クイックエンスにはエアバトル12、ディフェンスに13、 TS 役にするとこんな感じですね。やっぱセンターバックはディフェンス系フィジカル全部90は欲しいなと。まあクイックエンスも上げずにもう一個エアバトル上げたらもうジャンプとヘディングも90に乗るっていうね、まあ、これもありかもしれないね。まあ、やっぱ最近はもうとにかく守備があればいい気がしてるんよな。でまあ身長もしっかりやって、まあ、オーバーラップ、うん、そこがどうなんやろ。オーバーラップマジで俺一回も使ったことないってぐらい使ったことないから、ちょっとそこだけがあれやな。オーバーラップがどうなんやろって感じで、まあ逆足普通普通でこんなに小さいいいですね。でスキーがヘッダーバックスピードワンマークインターセプトエアバトルスライディングタックルと、まあ、ちょっと少ないか。ブロッカーとかもないしね。でまあ能力はいいけどスキルも、まあ、まあスキル追加できるけど、まあまあもうちょい欲しかったなって感じですかね。あとはオーバーラップ、パスとかドリブルはまあ元から結構高いし、まあ事故りにくさまああってまあいいんじゃないかなと。でまあイタリアパックと比較していきましょうか。今スキルも、変わってないって感じですかね。で初期値はまあだいたい1位ずつ負けてるけど、ディフェンスボールダッシュ2位勝ってると。最大レベルにどちらもすると、まあ、全体的に、まあ、1負けてるけど、まあ、守備系は今回高いんじゃないかなということで、まあ今回の方が強いんじゃないかなとは思いますね。まあ、僕が今回紹介した育成だとこんな感じで、まあ、フィジカルも勝ってくるよって感じで。悪くはないけど、まあイタリアパックの方持ってたら別に無理する必要はないのかなと思ってしまいますね、これは。はい、ということで次ハーランドということでおすすめの育成こんな感じです。決定力2、ドリブルに7、クイックエンスに16、脚力に4、エアバトル4、TS 役にするとこんな感じですね。瞬発バカ上げてるけど、やっぱこんだけやった方がいいんじゃないかな。やっぱ瞬発マジ大事なんよな。やっぱハーランド重いからね。まあドリブルも正直もうちょい上げたいけど、やっぱ瞬発。まあオフェスもこれだと99いって、まあ瞬発90乗って、ボディバラも70乗るって感じで、まあいいんじゃないかなと。まあ決定力も90あるし、スピードも90いってて、キック力も92、フィジカルも90いってるって感じで、まあ僕はこれにするかな。まあ僕もね、前のショータイムハーランド使ってるんですけど、やっぱ、瞬発かドリブルどっちかは結構上げたいなっていう感じなんで、やっぱオフェスに99やからめっちゃいい位置取りとかもしてくれてね、クイックネスよりまあドリブル優先するっていうのもまあ全然ありだと思いますし、まあクイックネスドリブルどっちかは結構上げた方が僕は好きかな。まあただもう別にそんなんいらんよと、こんな感じにするとか。まあでもどっちにしろなんかオフェスは99あってもいい気がするな。TS100 で。もう逆にドリブルを上げないとかね。ドリブル別にいらんわっていう人はまあこんな感じで、決定力とかも上げて、まあ、もっとなんかフィニッシュ力に特化するみたいな感じでもまあいいと思いますけど、まあ僕はまあ一番最初が一番使いやすいかな。まあこういう重いタイプでも全然いけるよっていう人は、ドリブルは全然上げなくてもいいと思うし、まあボックスストライカーやし、まあドリブルする場面もまあそんなないっちゃないかもしれんからね。で前のショータイムと比較していきますか。レベル上限は今回の方が高いんで、やっぱ育成の幅はでかいかなと。でまあ最大レベルにどちらもすると、まあ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 いい勝負って感じか。キック力、スピード、瞬発は結構勝ってるって感じ。フィジカル系がちょっと劣ってるって感じかな。まあスキルは、まあ、闘争心が今回ついたと。まあその分フェノミナルがなくなったと。まあ、能力は今回やけど、フェノミナルがなくなったみたいな感じなんかな。これもまあ、ハーランド持ってたらまあ別にいらんかなとは思いますね。まあでも能力は今回方が
強いかなと思います。はい、ということで最後はロドリということで、おすすめ癖こんな感じですね。パスに4、ドリブルに4、脚力に4、エアバトルに10、ディフェンスに13と TS 役にするとこんな感じですね。総合値もしっかり100いくといいですね。で、能力見ていくと、ドリブル系高いね。ボルコンボールキープがバカ高いよと。もうちょっとで90いくからね。で、まあパスも高くて、なんやこれ高いな。で、守備もしっかり90乗ってくる。フィジカルも90乗ってると。まあスピシュンは、低いけど、まあ、個人的には、まあ、そんな気にならんかな。他の選手とか使ってても。まあ、瞬発はまあ、もうちょい欲しい感はあるけど、まあ、実際のところマジわからないんでね。スピシュンが守備陣に関係してるのかがちょっとまだわからないんでね。まあ、でも僕の検証上は関係しないという検証結果出てるんで、ね、まあ、スタミナさえ86ぐらいいっとけば、まあ、いいんじゃないかなということで。まあ、育成こんな感じでめちゃくちゃ強いんじゃないかな。スキルはインターセプト、低弾ドロー、マンマーク、ワンパライジング、アシューラ、スルーパーバックスピン、ロブ、エアバトルと。まあいいですね。ワンパーシューラあるっていうね、足元もしっかりあるっていうのが素晴らしいな。まあ、あとはブロッカーさえつければめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。ということで、まあ今まで一番強かったスペインパックと比較していくと、まあ初期値はこんな感じですね。まあでも足元系は結構勝ってるね。レベル上には今回方が高いよと。まあ、最大レベルにどちらもすると、最大レベルの育成だと、まあこんな感じになるんか。まあ今回僕がおすすめの育成にした能力にすると、まあこんな感じですかね。まあ足元は結構勝ってて、ヘディングも勝ってるね。まあ、ディフェンス系は負けてると。スピシュンとかも負けていけば、まあフィジカルは高いよと。スペインパック持ってたら、まあ別にいいのかなとは思ってしまうかな。まあ、スペインパックはもうめちゃくちゃ強いからね。まあ、今回はレベル上限も高いんで、やっぱ自分好みの育成にしやすいっていうのも考えると、まあ、全然いいのかもしれないけど、まあ、持ってたら、まあ、無理して引く必要はないのかなと思いますね。で、まあ、ハイライトの選手も軽く紹介していくと、まずはジョアン・マリオから。決定力2、パスに9、ドリブルに10、クイックの8、脚力に9と。まあ、ドリブルできて、パスもできて、ナンバー10か。まあ、サイドで使えば、まあ、いいんじゃないかなと。ワンパウトスピン、足裏、スルーパット。まあ、スキルはまあ、普通にいいけど、まあ、ダブタが欲しいかな。やっぱ、こういうドリブルの選手やったら。って感じですね。はい、ということで、次、ストーンズということで、ドリブルに3、クイックエンスに3、エアバトルに10、ディフェンスに12と、まあ、守備能力も高くて、まあ、フィジカルもまあ、あって、まあ、足元もあって、瞬発もまあ、70乗ってくるって感じで、まあ、DMF ら辺できたら、まあ、面白かったのかなと思いますけど、まあ、薄適正と。まあ、センターバックでも、まあ、この能力全然やれるとは思うけどね。まあ、スキルがちょっと微妙すぎるのは、これは、ちょっと残念ですね。はい、ということで、オナナこんな感じですね。エアバトルに1、GK1 に8、GK227、GK3 に11と。コラプシング上げるのがいいんじゃないかな。使うならこんな感じかな。まあでも平均的に85付近であるし、まあ悪くはないのかな。はい、ということで、次、キミヒキということで、パスに4、ドリブルに5、クイックエンスに2、脚力に4、エアバトルに10、ディフェンスに10と。キミヒキこれ結構いいんじゃないかな。めちゃくちゃいいと思うけど。ドリブル高くてパスもできて、決定力もなんかあって、釣りもできて、まあ瞬発もあって、フィジカルしか80乗って、スタミナも90あると。まあこの育成だと結構どこでも使いやすいんじゃないかな。まあサイドバックでもいけそうやし、CMF いけそうやし、DMF、まあ2ボランチとかやったらいけそうって感じで、まあスキルもいいし、ワンパスとかもあって、インターセプトとかもあるし、比較していくと、まあ今来てる復刻習慣のキミヒと比較するとこんな感じで、守備系フィジカルは結構勝ってて、まあ、それ以外はちょっと負けてるけど。まあ、全然劣ってもないって感じで、めちゃくちゃいいんじゃないかな、今回のキミヒキ。はい、ということで、お次、ディロレントということで、パスに2、クイックエンスに2、脚力に4、エアバトルに13、ディフェンスに14と。まあ、今回のディロレント結構いいんじゃないかな。思ったより良かったな、これ。まあ、僕が持ってるやつと比較するとこんな感じです。まあ、今回の方がレベル上限も高いんで、まあ、結構育成もしやすいかなって感じで。まあ、今回の結構いいんじゃないかな。ディフェンスを結構上げれるんで、まあ、僕は好きかな、今回の。はい、では次はビニシウス・ジュニアールということで、決定力に5、ドリブルに10、クイックエンスに5、脚力に8ですね。初めて当たったなら、まあ、全然悪くはないとは思います。はい、ということでお次、トナーリですね。パスに6、ドリブルに4、クイックエンスに8、脚力に2、エアバトルに8、ディフェンスに8。で、まあ、習慣のめっちゃ強いやつと比較すると、まあ、だいぶ負けてんな。でも、普通に悪くない能力してます。普通にいい能力ではあるな。はい、ということで、お次、エンソということで、こんな感じですね。パスに6、ドリブルに8、クイックエンスに8、脚力に8、エアバトルに6、ディフェンスに6と。まあ、普通にいい能力してますね。で、指名契約と比較すると、今回方が強いですね。まあ、引いてて、まあ、当たったら、まあ、いいんじゃないかな、ぐらいで。
はい、ということでいかがだったでしょうか。普通にいいガチャではある。ただスペインパックのロドリ、まあ、ショータイムのハーランド、まあ、イタリアパックのバストーニとか持ってたら、まあ無理する必要はないのかなっていうガチャですね。まあそう、何も持ってないよっていう人から取ったら普通にいいガチャですよね。ロドリはめちゃくちゃいいし、まあバストーニもまあオーバーラップやけど、まあ守備能力は普通に良さそうやし、ハーランドもまあまあまあ、僕はまあそこまで好みではないけど、まあ好きな人は好きなんじゃないかな。うん、相手にいたらめっちゃ嫌やしね。うまく使える人はマジでうまく使えるから、被り持ってたら引かんでもいいのかなと。まあ特にもうロドリ、スペインパックのロドリ持ってたら別に引かんでもいいのかなとは思いました。って感じで、良ければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。